戦争により荒廃した世界。今回はこの世界の行く末を見守る。前回台湾と中華民国で2つあるって言われとった。人類はそれぞれの地域で再興を開始。中国に金が湧いとるぞ。時代逆行しとるやん。大体は旧国名や地域の名前にのっとったものが多い。93学者。各国の紹介は後ほどするとして、今は私と共に、神様若葉マークの私と共に、人類が汗水垂らして再建する地球をのんびり眺めよう。あかん、気になる国家名しかないぞ。さすがはへこたれない人種。こんなにも荒廃した世界でもこうしてたくましく生き抜き、全時代のようにその領地を広げている。さすが人類や。それでは早速各地域の紹介。お、地味に一番好きなとこ。まずはアジア。あかん、もうよくわからん。大きくない日本帝国が出現していたり、中国では93学者と金、さらには台湾と前時代の超大国マレーシアが分割統治している。まだおったんか。東南アジアでは連合やマニラ王国がいたり、インド方面では前時代の超大国カザフスタンが未だ大国としての人口を保有している。インドではムガルとカザフ、ベンガルも復活しとるな。順当に行けばカザフスタンだろうね。面白くないけど。面白さいります。お次はアフリカ大陸。社会主義アフリカ。あとはモロッコが分裂しとったり、ナイルという国家も上下に分かれとる。個人的には再興したカルタゴ。ここに頑張ってハンニバってもらいたい。ハンニバルって何？マダガスカルも復活している。これマダリガスカルやな。お次は中東、中央アジア。ここらはカザフの影響力が大きいな。それでもカザフスタンは民主、南と分裂している。あの人口規模で。あとはダメや、触れたらなんかめんどくさそうなところしかないで。これ迷わず行けよ。行けば燃えるさ。チャンネル放火魔。お次は北米やな。こちらも前時代の大国カナダは健在。他にはアメリカから派生した集まりがたくさん。アイダホ、ネバタ、モンタナ、スペリオル、大体が昔の地域やその連合やな。ここを除いて個人的に一番好きな名前、東海岸だけ復興させる。いいえ、この復興とはアメリカそのものです。アメリカは世界を牛耳っていたので、世界を復興させますよ。そんな魂胆がこの名前から伺い知れることができるのが好き。性格ひん曲がってるって言われない。ぜひアメリカらしく頑張ってもらいたいところ。お次は南米。うわ、サンパウロ以外耳なじみがないで。ここも前時代にブラジルを下した大国ベネズエラがまだいる。虫の息ですやん。ちなみに復活した国や地域はその大体は昔の名前を名乗ることはしていない。しかし唯一ボリビアだけが復活し、そのボリビアという名前を継承している。それはまたなぜ？ウユニ塩湖が好きなんだ。最後はヨーロッパやな。ウユニについて熱く語りたかった。ヨーロッパはなんやこれ、めちゃくちゃの極みやないか。そう、ドイツは北欧行っとるし、ロケジとポーランドの北欧、ロシアは東欧に来とるし、ローマ帝国は狭い範囲で争っとるぞ。実に素晴らしい。ちなみにスウェーデン帝国とかは改めて命名したけれど、さっきも言ったように復活したところで旧国名を使っているのはボリビアだけ。ということはつまり、ドイツもポーランドもロシアもスペインも第三次世界大戦で小さいながらも生き残っており、彼らが伸びてきただけ。全部死と捨てとるやん。どんな世界線やこれ。以上がこの核戦争後の世界の現状。ひどい惨状であることは分かった。世界を巻き込む大戦の後やしな。独立した各国へはなるべく平和的努力をしてもらいたい。宣戦布告。よし、知ってた。宣戦布告を許可した途端戦い出す人類、先の大戦を反省しない。宣戦布告する神に違和感は持ちませんでした。てかポリ連合とポーランドがある世界って何？そのポリ連合はロシアと戦争、ちっちゃな西ローマ帝国は欧州セーターを支配するトゥールーズと戦っているみたい。トゥールーズってフランスの地域やったやろ。どういう経緯で独立したんか気になるわ。ナイル方面は正しく上下ナイルが戦争。正しい戦争？カルタゴもナイルの戦いに介入しているみたい。アラビアは戦闘してないけれど、モロッコもちゃんと戦っている。もう突っ込まん突っ込まん。南米の様子がどうや？南米も争っている。一番大きなサンパウロがどの程度躍進するか気になる。うちは名前的に諸島連合に頑張ってもらいたいな。北米はどうや？北米は最も戦国時代、一番強大なアメリカ復興委員を皮切りに、あらゆるところが、あらゆるところと戦っている。
北米ではカナダと復興委員が二大巨頭。彼らは端っこ同士だけれど、今後相まみえるとき、どのように衝突するか気になるところ。アジア方面でも動きがあるみたいや。日本が大陸進出を推し進め、中国山東の93学者と争っている。シベリアの方は分裂しまくってようわからんが、あれなんやこの国。なんだろう、スウェーデン。どうやらスウェーデンの飛び地となっているみたい。なんなんやこの世界。ちょっと目を離した隙にかなり勢力図が動いていた。アラビア方面ではエチオピアがアラビア半島に引っ越しとるぞ。北が海ではなく南を海に変えたかったのかもしれない。何を言っている。欧州では北欧のポーランドが躍進。北欧のポーランド、保有面積的には昔のスペイン、フランス、イギリス、スイスを支配している。トゥールーズが大きいのだけれど、そこらは先の核戦争で荒廃した土地。領土はあっても豊かな土地はない。あー、そういう要素もあるんか。欧州よりもアフリカのが栄えているくらいだからね。そんなアフリカでは勢力は4つまで厳選。ナイルは統合され、モロッコが未だ争い中や。西モロッコが東モロッコになってる。南米はボリビアが大きいな。一番大きかったサンパウロはアスーシオンに併合され、アスーシオンはクリティバとボリビアに攻められている。そしてモスクワをも保有していなかったホメリだけれど、ホメリからロシア帝国と名を改め、現在はロシアとドイツでの戦争が勃発。なんかすごいとこにドイツおらん。旧世界の支配者マレーシアは山岳地帯に追いやられ、内戦の起こっていたカザフは民主政権が政権を奪取。それらもロシアに攻められとるみたいやな。ちなみにロシアに追いやられたドイツは昔のインドまで落ち延びている。おい、カザフもすごいとこに落ち延びとるやん。この土地は不毛だったけれど、核戦争後には人々が集う場所となった。今後いつまで生き延びられるか気になる。オーストラリアも統一されたな。あと触れられていないニュージーランド、彼らはスイスのいないこの世界では新たな永世中立国となり、きっとこの大戦も生き抜くことだ。どこか攻めないかな。心の声漏れてますよ。北米も着実に勢力が固まってきた。当初の想像通り復興委員とカナダの二大巨頭やな。意外とネバタユタ連合も強いからまだわからない。立地が悪すぎるからな。少々望み薄や。その後は東ロシア帝国が起こったり、アフリカでは社会主義の波が包み込んだりしていた。もう世界観がようわからん。欧州ではポーランドが覇権を握りつつあったけれど、それ以上の速度でイスタンブール王国が拡大。彼らはロシアを相手に圧倒し、東欧からアラビア半島、そしてインド方面まで拡張を見せる拡張ぶり。南米はボリビアが統一、北米はネバタユタ連合が復興委員を下し、アメリカ連合となったけれど、すぐさま東アメリカ合衆国が独立したで。アメリカ連合はボリビアとは戦争状態。この内戦がどう響くか気になる。どうやらアメリカ連合はボリビア相手にかなり不利な状況っぽいな。ボリビアは圧倒的軍事大国だもん。通常の世界戦では聞き得ないことだや。イスタンブール王国はロシア帝国を併合したけれど、残っていた東ロシア帝国、彼らにかなり苦戦している模様。人口的には架空話やからな。両者の戦いは一進一退。私自身もここまでの接戦はあまり見ない。その接戦ぶりによってアメリカが滅んだのを見逃したことはしょうがない。そう万人が言うだろう。言いません。彼らの戦いは実に200年に及び。200年って争いすぎやろ。それは日本で言うたら江戸時代から戦っとることやぞ。いい感じに争い占領するんだけれど、それ以上のいい感じさで相手国がそれを取り返す。そんなことを繰り返していた。あ、でもようやっと趨勢が定まってきたで。ようやく東ロシア帝国が圧倒しだした。すでに人口差は7倍以上。さすがのイスタンブール王国もここから取り戻すのは至難の業やろな。こうして世界は東ロシア帝国、そしてボリビアが世界のトップ。二大巨頭か。なんかすぐさま冷戦起きそう。ここからさらに数百年見守ったけれど、なぜかここから戦争が起きなかった。ようやく世界が平和に目覚めたんやない。余計なことを。そろそろ自称神やめません。一応二大大国以外もきちんと存続し、彼らをどう味方につけていくか。二つの大国は今後そんな外交的争いをしそうだ。もっと血みどろに争えばいいのに。いい加減に